待って、こっからアスファルトじゃないんだが、これいけるか。いや、これ、あー、これやばい、赤、やばい、危ない、危ない。あー、毎日雨雨雨雨、もうなん、どうなってんのこの天気。あー、ちょっと今日も朝か、起きるか。あ、でも今日はなんかちょっと天気まだマシだね。いっぱい雨が降ってくれたおかげでね、お米がいっぱい育ちました。雨もね、悪いけどいいこともあるんだね。お、こんなところに VTR1000SP2 が落ちてるじゃあねえか。このね、 VTR1000SP2 にね、このストンプグリップをね取り付けてから、まだ一度も私バイク乗れてません。本当につらかった、毎日雨。無になってましたね。国営行きましょう。ということで、このね、ストンプグリップ貼り付けて、まだ VTR 乗れていなかったんで、今回はですね、どれだけね、いいものなのか、お見せしたいと思います。じゃあ、今日も VTR 乗っていきますか。ようやくね、天気がマシになりました。ただね、今日の天気予報を見る限り、あと1時間以内にまた大雨降るみたい。異常気象すぎない？今年の梅雨よりも雨降ってますけど。今日ね、久々 VTR 乗って、VTR ってタンク滑るんだよな、シート滑るんだよな、ちょっとなーって思いながらバイク出してまたがったんですよ。またがった瞬間ね、あー、ホールド感すげえ。動かないんですよ。え、動かなすぎて股関節痛めました。関東方面にね、ロングツーリング行きたいと思ってるんですけど、果たして VTR は耐えられるのか。ヤムチャシスサイヤ人のプリーザ。まあ、ここはですね、福岡のアウトバーンという風に呼ばれているので、まあ、このコーナーリング入った瞬間ね、アウトバーンスタートです。いけ、切り返し、なんという速さだ。福岡オートモティブシステムズ試験を軽々抜けていった。そしてアウトバーンがスタートだ。あー、ちょ、アウトバーンだけど信号があるんだ。アウトバーンでも信号あるんだね。やっぱり久々の大型は楽しいって、イエーニクラッシュ、やっぱこだわりくだ。いや、やっぱ安定感が違うね、ストンプグリップあるだけで。外足荷重のね、引っ掛け具合がね、めちゃくちゃいいね。鹿の島って雲一つもねえや。このストンプグリップね、どんどん使ってって、メリットもなんですけど、デメリットもですね、紹介できたらっていう風には思います。うーん、イボイボ可愛いね。あー、もう水温が104度になっちゃった。イエーってたにゃ。ここはね、夏になると出るんですよね。さあ、鹿の島のこっち回りにやってまいりました。ストンプグリップの効果、そしてね、 VTR でどれだけ攻められるのか、まあ、法定速度内でね、やってみましょう。この海外で話題のストンプグリップ、本当にいいものなのか、バイク検証やってみよう。オラ殺す。俺の勝ちだ。カラスじゃなくてトンビでした。しかも何もしなくても逃げていくわ、こいつら。さあ、コーナーリング来るぞ、行け。うん、やっぱりね、ほんとね、これがね、あるだけでほんと違うわ。すごい走りやすくていいですね。ああ、走りやすいとか言ってたら、ああ、やべえ、あー、もう、あー、やめてください。あー、ちょっと勘弁。早速バイク汚されるとこでしたね。もうもはや池かな。ストンプグリップは走りに安定感を増してくれるんで、すごくいいですね。なんか晴れてる時にこうやって走るのはいいね、最高だ。マジでずっと雨だったからね、もう毎日ドガドガゴワーみたいな、ドガ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 ーみたいな、ずっと雨音。さあ、左コーナー来るぞ、行け。開けて膝を出して曲がっていく。そして右コーナー、さあ、どれだけ走れるのか。そして左、やっぱり外足荷重だったりとか素晴らしい。あ、そして右。あ、そして左、忙しいなここ。あ、そしてまた右だ。このストンプグリップついて VTR もうすごい乗りやすくなって、これでロンツーも快適なんじゃなかろうか。あー、砂だらけだ。あー、最悪だ。ほんとこれストンプグリップつけて楽になりましたね、ほんと楽だー。だだダンゴムシ、新幹線、負けちゃった。
ちなみにね、今日はね8月19日バイクの日なんですけど、バイクの日はねどれだけバイクがいるんでしょうか。見てみましょう。誰もいないということで、バイクの日にバイクに乗ってる人はいませんでしたえ、嘘でしょ。あれ今日誰もバイクいないのかな。あ、1台だけいた本当に1台しかいないんだ。あれバイクの走りが生まれ変わりますね。これはもうあれだよどんなパーツ最初につけるよりいいかもしれん、本当にバイクってこうカスタムいろいろしていきたいなと思うじゃないですか。これ一番最初に貼るのが一番いいかもね待って、これ太鼓の達人ちょっと鹿の島の住人の声を聞いてみましょう。誰だよ、お前最近かそうか。ああ、全然歓迎されてねえあー、もうめちゃくちゃ言われてるいやー、今日は鹿の島走って楽しいねまあ鹿の島の外周はいいんですよ。こんな外周じゃストンプグリップの力なんざわからねえよな。というところでね、こっからすごいところに抜けていきましょう。大型バイクでストンプグリップを取り付ければこういったところもいけるのかというところね、 VTR 決勝行ってみよう。こちらをですね左に曲がります。バイク乗りの方ね、本当にここは行かない方がいい。僕も今から行くの本当にすごくね後悔してます。この山奥を進んでいくと、とんでもない悪路に出るんですか。この悪路でもこのストンプグリップがあれば大型バイクでも行けるんじゃないかというところでさあアクロバティックに行ってみよう。しかもね、こう雨の後のね、もう超荒れまくったこの国道こんなところ行けるんでしょうか。うわちなみに僕このバイクね220キロの車重があるんで押し引きできないんですよね押し引きできないから立ち往生したら終わりですやべこれやばいやこれストンプグリップあるとね、でもね安定して走れますね。安定して走れるけど、ちょっとさすがにこれやばいかな、さすがにやばいかなこれ大型で行く道じゃないねこれああこれやべえや。でもねこういったね、なんかこう森の中というかこういったところ探索するのほんとすごい。すっごなんだ、全然走れる待って、こんなところであのバイク壊れたりしないでねそれだけは本当に勘弁してくださいこれは大丈夫なんでしょうか。ああ、どっちに行ったらか分かんないやとりあえず道が大きい方に行こう。ああやばい、ああこれだやばいやこれやべえ、どこがどっちに行ったらどうなるのか分かんねえ。え、危なっ足きとかはね変わんないからねあー怖いよ怖いよ、大丈夫か、太鼓来てない。あーあー怖いにゃー怖いにゃあーこれすごいねちょ、これもう俺さフロントブレーキずっとかけっぱなんだけどさ、フェードストーで怖いこことか VTR でいけるかな、ブンブンとかやって。あーこれは あえて左に行くという選択肢取る。いやーこれ絶対やべえなこれ。あ、これマジでドラえもん、ドラえもんが出てきそうな穴発見これマジいけるか。いや男なら突き進むしかねえだろう。いやーこれやーちょっと後悔してます今。あのすいませんでした、やめてた方がよかったわあーこれやべえや、ちょっとこれマジでやばい。これって行動でしょうか大型バイクでこういったところ行く人っているんですかもう360度カメラももうプルプルしてもうプルプルしすぎてて、これ映ってるかわかんねえ待って、こっからアスファルトじゃないんだが、これいけるか。いやこれ、あーこれやばい、あかーやばい、危ない危ないセミの声がちょっとやばいエンジンもなんかかかりにくくなってる。やばい、あーこれやばい、マジでやばいあーやばい、あこれ積んだこれガチで上まで登れる気がしない、上まで登れる気がしない。いやもうでも行くしかねえ、行くしかねえ、行くしかねえあの笑ってるけどね限界これやばい、本当にやばい。ちょっとこういった時はね、降りるんだ、そう降りるのがいい。スタンドを出して、あ無理だここ止めらんねえ降りることもできない。ここまで行ったら登りきるしかない。どこまであるかわからんけど、どこまであるかわからんけど
ただ大型バイクの排気音じゃないでしょこれ。あねえ、あ、大型バイクの排気音じゃない。危ない。あ、起きてきた。抜けた時だ。危ねえ。あ、もう二度と来ない。もう360度カメラも変なとこ向いてる。よいしょ。危ない。危ない。もう二度と来ません。危なかった。これマジで終わった。マジでやばかったな。なんとか無事生還しました。待って、でもこの先さ、もう一回同じのあったら終わりなんだけど。今のでもう限界。でもね、見て、ストンプグリップ貼ってなかったら、いけてなかった。ってことにしとこう。なんだ、あ、林道だ。これアスファルトの道じゃねえや。あー、これやべえや。これ大丈夫か。ちょっと待って。本当に限界の限界来てます。いけるか。1000回転の10キロとかで走ってるけど、大型バイクの走りじゃないね。待って待って、でもなんかすごい、なんか緑がいっぱい。これウイニングランですか。ウイニングラン突破。 あれ どこまでこれ続くんだろう。これどこまで行くんだろう。大型バイクで走る道じゃなかったね。あ、めっちゃ広いとこ出た。なんだここ。あ、ここあれじゃん。公園じゃん。潮見公園。ここはですね、展望台がある鹿の島の公園に出ました。マジ？ここに出るんだ。でもあそこの道通ってくる人いるのかな。帰りはちょっと別の道で帰ります。というところでね、皆さんいかがでしたか。これがストンプグリップの実力ですよ。あんなところ行ってもこけなかった。いやー、本当にきつかったね。というところで皆さん、ストンプグリップを取り付ければ大型バイクでも林道を走ることができます。まあまあ、ストンプグリップをねつければみんなねできるようになるから。ストンプグリップは最強だったというところですね。今日はね、 VTR いつも乗ってるけど、この VTR 久々乗った中でも過去一でした。交通公園でパイロンスラロームしてた時の5倍ぐらい疲れたね。ということ、出口全くわからない。ということ、まあ戻ってきたね。これデジャブ。よし、なんとか4日かけてようやく出てこれました。いやー、ほんと大変でしたね。皆さんもほんと気をつけてくださいね、こういったところ来られる場合は。というところで、今回ね、ストンプグリップがいかに最強かっていうところが分かったんじゃないでしょうか。これからね、大雨が降るんで、ちょっととりあえずね、一旦逃げます。久々バイク乗ってて焦ったね。いや、ほんと走りに安定感を増してすごく良くしてくれるこのストンプグリップ、そしてね、大型バイクのこの VTR、 本当に最高の組み合わせですね。皆さんもね、ぜひ自分の愛車にストンプグリップ貼ってみたりとか、まあ林道走るのは別にしなくていいけど、VTR とかね、大型バイクとかも気になったらぜひぜひチェックしてみてくるよな。今日はもう疲れちゃった。じゃあバイバーイ。帰ろう。ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、PC の方も画面下のボタンから登録をお願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ルグコラ。